え、ひばりクラブをご覧の皆様、こんにちは、武田邦彦です。えー、今日はですね、えー、科学の時間、科学教室なんですが、内容的にはちょっと別の意味も含んでるんですが、非常にあの、皆さんから要望の多いですね、新しい睡眠法ですね。ま、いろいろあの、皆さんとお話しますと、結構寝れないっていう人が多いんですよ。それで、 私はものすごい寝れなくてですね。まあ、一番の思い出は、小学校の頃に臨海学校行ってですね、まあ、2、3日でしょうか、房総の方の海に泊まったんですね。その時にまあ、20畳ぐらいの大きな部屋に、まあ、30人ぐらい雑魚寝したんでしょうか、小学生がね。寝れないんですよ。で、夜中の2時、3時までね、寝れないで、ちょっと、ちょっと起きると、みんながすやすや、 呃、あーね寝息を立てて寝てると、だん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 寝る時間が短くなって、明日、海で泳がなきゃいけないからなと思って、幼い心にものすごく苦しんだ思い出がありましてね。まあ、それ以降、45までものすごく苦しんだんですね。もうとにかく、夜になるのが嫌だっていう感じですかね。それでもいろんなことをし試しました。もちろん睡眠薬、睡眠導入薬。 お酒、まあその当時あまりお酒飲めなかったってこともあってですね。それで、えー、お酒を飲んでも、まあ今でも難しいんですけどね、寝るのが。えー、それで45歳ぐらいになりましてね、私科学者なもんですから、やっぱりもう少し寝れない寝れないってそういう風にこう言ってるんじゃなくて、えー、本格的に自分で勉強して調べてみようじゃないかというふうに思い立ったわけですよ。それで約45から50まで、えー、じっくり調べました。 一番調べたのは、睡眠とは一体どういうものなのかとかですね、平均睡眠時間と、それから健康というのはどういう関係になっているのかというようなことを最初じっくり調べました。そのことが後に、私の新睡眠法というには少しおこがましいんですけどね、全く普通の人とは違う睡眠の仕方を、50歳からもう30年間、約30年間やっておりましてね、 えー、全く、まあ、今のところ健康なんで、まあ、30年間健康であればですね、他の人にも少し進めてもいいかなと思って、まあ、今度、新睡眠法ということでですね、まあ、おこがましくも皆さんにご紹介しようと思ったわけであります。えっ、ー、と、まず、平均睡眠時間と健康の問題ではですね、これはあの、アメリカと日本で、まあ、他の国ももちろんあるんですけども、 えー、大規模な研究が行われております。えー、アメリカ人と日本人というのはもちろん体の作りも何も違いますからね。えー、アメリカ人のデータをしん見ながら日本人のデータを見るっていう、そういうやり方が私何でも普通なんですけど <laughs>。アメリカでは80万人の大規模テストの実験がありまして、横軸に睡眠時間、縦軸に寿命というのがありましてね。 まあ一番寿命が長いのがだいたい7時間半の睡眠なんですね。これは男女とも同じなんですが、男性と女性とで少し違うのは、男性は比較的短時間の睡眠でも、6時間とか5時間半の睡眠でもあまり健康に影響ないんですが、えー、女性の場合は多少短い睡眠というのは寿命に影響が及ぶようですね。まあ、しかし女性の場合は特に、 妊婦を経験された方はですね、えー、寝たらすぐ、起きたらすぐ寝れるっていうのがあ、赤ちゃんを育てる上で必要なんで、妊娠周期にそういう技術って言いますか、あの体質を身につけますんでね。えー、ちょっとこれまた別です。後に睡眠とは何かってこともご参考になりながら、この男女の差も考えてほしいんですが、まあ、いずれにしても7時間半ぐらいがまあ一番長寿である。で、9時間、10時間の睡眠になりますとね、 えー、寿命はだんだん短くなります。大体いい10時間睡眠中いうと5時間睡眠とか4時間睡眠と同じぐらいの短命になりますね。えー、これについて、えー、まあ、論文なんかではどう書かれてるかっていうと、やっぱり睡眠っていうのは正常な姿ではないんですね。当たり前ですけど。<laughs> 我々が生まれてから、ね、死ぬまでずっと睡眠してたら、何度も生きてくるかわかんないわけですから、やはりあの、昼間、 活発に活動し幸福な人生を送るために仕方なく夜は寝るっていうのがまあ普通なんですね。従って、えー、まあ、えー、寝すぎるっていうことはですね、まあ、人間を無防備にするっていうかですね、抵抗力を失わせるっていう意味で感染症にかかったりですね、必ずしも病気にかかりにくいってことなくて、帰って帰ってかかりやすくなったりするんですね。それはあの新陳代謝なんかが非常に重要で、 えー、まあちょっと信じられない人がおられるでしょうけども、横になって休むっていうのと、運動して休むっていうのと二つあるんですよね。